こんにちは、あたりです。今回はハゲノジスタジオ、レビュー動画の後編をお届けしたいと思います。あたりチャンネル。はい、前編ではこのラインナップ1番の東堂、2番の稲葉、そして6番の春日さんを紹介しました。で、今回後編では3番の武器丸、そして4番の山田、これが2個、そして5番の井上が3個、そして7番の鳥丸、7番を、これを1個、全部紹介したいと思います。はい、じゃあまずは4番の山田を開けたいと思います。はい、まあ、なぜ番号順じゃないかっていうと僕の趣味です。はい、開けます。で、まずこのチョコを開けます。チョコが、マークがね、全部、同じマークだとラッキーみたいな感じなんでね。まず1個、はい、王冠。そして2個、王冠。お、お、3個目は？はい、違ったー。はい、よいしょ。で、エピソードが、はい、こちらが7番ですね。ちなみにまだ出てないのは4番です。エピソード4番が出れば、全部揃います。よいしょ。はい、じゃあこっちも開けましょう。いきます。チョコがまずこちら、はい、ヘビ、そして2個目ヘビ、おお、いいんじゃない。はい、ヘビじゃない。はい、ということで、エピソードが6番でございます。はい、よいしょ、よいしょ。それじゃあ山田を開けましょう。いきますよ。はい、せーの、ポーン。はい、さらにドーン。ということで、はい、山田だよね、山田。はい、通常カラーがこっちのグリーン、そして別カラーバージョンがこちらのブルーということで、はい、2種類運よく当たりました。おお、なるほどね。で、付属のパーツがまず本体、そしてこのショットガン、そしてこの盾、そして後ろの支柱、この、4つパーツが入っていました。はい、この山田、量産型ロボ的な立ち位置なんですけども、結構ね、パーツとか武器をつける場所が結構多いので見ていきましょう。まず腕、左腕が2個、ね、そして右腕が1個、さらに後ろ、腰に1個と背中にこの、共通パーツ。そして頭に左右に2個、はい、1個ずつこの穴、武器をつける穴があるので、まあこんな感じでね、よいしょ、はい、武器を取り付けることができます。で、この腰についていたこの支柱なんですけど、よいしょ、この支柱なんですけど、はい、はい、穴が1個、そして棒がね、ジョイントの棒のところが2個ついています。なので、まあ、これが何個かあれば、いろんなところにね、いろんなものをつけることができる。ね。こんな感じで、よいしょ。はい。はい。山田の、ちょっとアンテナっぽくしてみたりね。はい。なので、ここに、盾をつけてみたり。よいしょ。よいしょ。つけてみよう。はい。こんなこともできちゃうんですよ。はい。まあ、あとね、こんな感じでショットガンもこの辺つけて、あ、ショットガンつけられない。ショットガン。はい、ショットガン。そう、ショットガンにも穴があるんですよ、ここ。ここにショットガンにも穴があるので、まあね、合体もできるんですよ。できねえや。できねえ。まあ、こういう、よいしょ。はい。こういうこともできちゃうと。はい。じゃあ、どんどん開けていきましょう。5番の井上。これを3つ開けます。まずはビニールを外します。はい、そして、チョコを出しましょう。まず1個目、じゃん。はい、そしてもう1個、じゃん、王冠。はい、そしてもう1個が王冠。はい、バラバラでした。エピソードが7番。はい、よいしょ。そしてもう1個、ゲーム、チョコを出します。はい、1個目丸、2個目、ヘビ、そして3つ目が王冠。はい、バラバラでした。エピソードが6。よいしょ。はい、そしてもう1個。よいしょ。いきます。チョコ。はい、王冠。そして、はい、丸。はい、そして丸。はい、エピソードが7。よいしょ。
エピソード4が全然出ない。はい、じゃあ、井上を出しましょう。せーの、ポーン、さらにドーンということで、通常カラーが1個、通常カラーが1個で別バージョンが2個出ました。はい、よかったね。はい、これで全カラーが揃いました。はい、山田が通常カラーが緑で、井上が通常カラーが青、はい、こっちが通常カラーで、山田の別カラーバージョンが青で、井上の別カラーバージョンが緑。紛らわしい紛らわしい。ただ使ってる色自体は同じなんですよ。こうやって、はい、この、同じ色同士で組み合わせるとピント、はい、ピント、はい、同じ色なんですね。はい、こちらもピント、ピント、こいピント、はい、はい、こちらも色が同じになっています。なので、まあ、例えばね、この2つの軍団で戦わせたいみたいな、どうでしょう。例えば、はい、じゃあ東堂リーダーで、はい、じゃあこっちは、はい、緑軍ですみたいな、はい、緑軍です。じゃあ稲葉リーダーで、はい、こっちは青軍ですみたいな時に結構ね、統一感が出る。こんな感じでね、はい、どうですか、いいんじゃないですか。やっぱこの、やっぱこの井上と山田いっぱい持ってたよね、これね。そして、井上の付属パーツは、全部で3つ。まず井上の斧、井上の斧、はい、ピントピント、はい、井上の斧、そして井上の盾、はい、そして井上の、探検、なんだっけ、井上のダガー、井上の探検、井上の探検です、はい、これが通常は尻尾になっていて、はい、尻尾になっていてこんな風に刺さっています、はい、こんな風にで斧を持たせて、はい、盾はよいしょ、ジョイントパーツになっているので、よいしょと、よいしょ、はい、ジョイントパーツになっているのでピントピント、ジョイントパーツになっているので、まあ、こんな風に取り付けることができますと。はい、まあこの井上自体も量産型的な扱いらしいんですけども、はい、結構ね、デザイン的にはすごくかっこいいですね。唯一ではないのかな、一応4本足のジスタになっていて、下半身がよいしょ取り外せます。ただ足は全然動かないです、全然動かない、はい、で、ここにジョイント、腰にジョイントが1個で、足に、両足にジョイントが、後ろ足に1個ずつ、前足にはついてないですね。で、上半身、腕に2個ずつジョイントがあります、ジョイント穴があります。顔にはないですね、頭にはジョイント穴は開いてません。で、背中にここね、ジョイント穴があります。そしてこれが井上の盾なんですけども、デザインとしては一番盾っぽいしちょっとかっこいいんですよね。で、穴のジョイントがこれが3つ、そして出っ張ってる棒のジョイントが1個、これも結構汎用性が高いかなと思うんですよね。どうでしょうかね、結構合体とかに使えるんじゃないですか。そして斧も、よいしょ、ピント、はい、ここが穴が1個、そしてジョイントが2個ついています、はい、これが持ち手になっています。結構武器としてはいいですね、付属の武器はかなり使い勝手が良さそうです。それじゃあこの3番武器丸を開けましょう。まずはビニールを外します。せーの、はい、というわけで、チョコを出しましょう。まず1個目、はい、ヘビー、はい、丸、そして王冠と、はい、バラバラですね。エピソードは5番、よいしょ、4番が本当に出てこないぞ。そしてこっちのチョコも開けましょう。まず1個目、はい、王冠、そしてヘビー、そして王冠、はい、エピソードが1番、はい、よいしょ。それじゃあ、武器丸を出しましょう。せーの、ドーン、さらにじゃーん、はい、こちらが武器丸でございます。武器丸は特に別カラーバージョンとかがないのでこれだけですね、はい、はい、こんな感じです。可愛い顔してね、はい、で顔の横にジョイントがあって、はい、こちらがなんだこれ、マシンガンみたいなのとガトリングガン、ガトリングガンだね、ガトリングガンと、こちらに
ランチャー、ロケットランチャーみたいなのが付属できています。で、顔を外して足を外すと、はい、ハンマーになるんですよ。すごい、これが武器丸が武器丸たるゆえん。はい、なるほどね、こんな感じになっている。はい、体全体がもう武器みたいな、なので名前が武器丸らしいですね。はいはい、いろんな、ああ、なるほど、このキャタピラとかも何かにつけられるんじゃない。こう井上にキャタピラつけてもいいんじゃない。井上によいしょ、井上ちょっとつけちゃう、キャタピラつけちゃう、よいしょ、はい、こんな感じでちょっと井上にもキャタピラをつけられたりするんですよ。なるほどね、なかなか面白い、武器丸自体は結構面白いね。さらにこの頭のドリル部分が取れるんですよ。で、これも武器パーツになっているので、ああなるほどね、いろんなところにつけられない、どこにつけよう、どこにつけようかな、これもうロケットランチャーにつけちゃおうかな、つけられないな、はいはい、ロケットランチャーにはつけられないと、あのどっかにつけられるんじゃないですか、まあ、こうやってドリルっぽく、よいしょよいしょ、じゃあこうドリルを2つ取って、はい、じゃあハンマーにつけ、あどうこれ、ゴルディオンハンマーみたいじゃんこれ、かっこいい、はい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 。で、武器丸のこの顔パーツも上に穴、下に穴、横に穴、後ろに棒みたいな感じでね、結構ジョイントがあるので、これ自体も結構ね、なんていうの、関節的なあれで使えそうですよね。いろんなジョイントの関節的な部分で、おっと、使えそうな気がします。というわけで、最後、7番の鳥丸を開けましょう。エピソード4出てほしいな。エピソード4が出てきてほしいんだけど、ちょっとじゃあここ、じゃあエピソード4出てくるかどうか見ましょうか。いきます、せーの、来い、来い、来ない。エピソード5だった。どうしよう。エピソード4どうしようかな。はい、じゃあチョコを出しましょうか。3、はい、はい、まずは王冠、そして、蛇、そして、はい、王冠ってですよね。はい、結局3つ揃った箱は出てこなかったね。いやー、エピソード4だな。はい、じゃあ、鳥丸出しましょう。いきます、せーの、ドーン。はい、さらにここからバーンということで、7番の鳥丸でございます。武器とか付属のパーツがこの、はい、尻尾兼台座みたいな感じになってます。そして後ろのランチャーが2つ、はいはい、これね、ランチャー、ライフルか、ライフルみたいなのが2つついていますということで、この鳥丸が、他のジスタに取り付くことで、ウィングパーツみたいな感じになるんだね。で、この顔パーツ、ここが、クリアパーツになっています、はい、かっこいいね。で、ウイングが、まあ、こういう展開するのと、足が、はい、こう動くのと、うんうんうん、なるほど、背面に穴、はい、背面に穴、背面に穴と、ここに十字型のジョイントがあるんですけど、まあ、これを横向きで刺すと尻尾みたいになるんで、縦に入れてもいいのかな、縦に入れたらどうなるの、こうなるのかな、はい、で、このパーツ、尻尾のパーツなんだけど、特に穴とかジョイントはないので、まあ本当に支えようみたいな感じになってますね、はい、支えようみたいな感じになっています。はいはい、じゃあまずはこの鳥丸を変形させましょう。まずこの鳥丸の顔を上に上げて、はい、あ、これでいいのか、足はじゃあ後ろにやっとこうかな、足を後ろにやっとこうか、足を後ろに持っていって、で、もうそのままここに胸に穴が開いてるので、ここによいしょ、じゃあ山田ここにこれを差し込むだけ、これを差し込むだけ、よいしょ、はい、これで完成。はい、あとはまあなんかお好きに翼を広げてください。はい、ピーンということで、こんな感じに、合体することができますと。
この腕部分の翼は武器と同じ細さのジョイントになってます。よいしょ。武器と、よいしょ。武器と同じ細さのジョイントになっているんで、山田の顔につけたりね。まあ、ちょっと長いんで、まあ、うまく刺さらないんですけど、こういうところとかにも刺さります。よいしょ。刺さりますね。はい、じゃあ前後編合わせて、14個、ジスタチョコを開封したので、結構ありますね。ちょっとなんか楽しくなってきた。はい、というわけで、ちょっとね、武器を合体させたいんですよね。ちょっとじゃあ武器合体させましょうか。はい、じゃあ武器パーツだけ取り出したので、ちょっとこれを組み合わせていろいろ作ってみましょう。結構ありますね。代償様々あるんですけども、じゃあ、ちょっと作ってみましょう。よし、できた。よし、できた。とりあえず、いっぱいつけてみたみたいな。もう武器としての形を保っていないよね、これは。すごいでしょ、これ。こんだけつけても、ね、ちゃんと、ね、くっついてるんだよ。ちゃんとくっついてる。もうね、持てないけどね。持てないけどね。でも、まあ、ちゃんとなんかこう、ちゃんと武器っぽくなってはいないかな。乗れそうだもんね、これね。これ乗れるでしょ。乗れる、これ。よし、ちょっと乗らせよう。よし、乗せてみよう。ほら、バッチリ乗れたよ。これね、解体するのも大変。結構ね、がっちりはまるパーツと、スカスカしてるパーツがあるから、外すときとかはね、結構気をつけて外してください。これ結構、硬い方のパーツで作られてる。硬い方のプラスチックパーツで作られてるので、折れます。はい、折れますので、気をつけてください。はい。はい、そして、東堂に武器丸のハンマーと鳥丸を装備させていました。かっこいいよね、これ。それこそもうこれもガオガイガーみたいな感じになっちゃってんじゃないですか？これ、ほら、ね。さらに、この重火器類をね、フル装備させていました。これ、このごつさ、いいよね。このごつさかっこよくない？これ、ほら、ね、バルカン砲とかさ。ランチャーとかね、手にも手持ちの武器を持たせたりとかして、背中にはバズーカもついてるし、おお、これはなかなか楽しいぞ。あとはこの東堂のこの手の先、左手の先を外して武器丸の頭をつけることもできるんですね。こんな感じで、ほら、ドリルもあり、ほら、こんな感じで結構何でもできるね。やろうと思えば本当何でもできる。びっくり。あたりチャンネル。はい、ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。前後編に分けてこのハゲンのジスタチョコ、いろいろ紹介したんですけども、まだまだね、説明しきれてない部分がね多いんですよ。やっぱりこのエピソードね、これがエピソード7まであるんですけども、エピソード4が出なかったね。一応今ね、読んだんです。1から7まで、4を抜かして読んだんですけども、ちょうどこの主人公が東堂なんですけども、主人公の東堂がすげえ、わー、超ピンチだーっていうところに、この鳥丸がうわーって助けに来たぜみたいなエピソードが、エピソード4なんですね。なので、あー、ちょっと気になるなーと思いながらも、あれして、で、エピソード7がすごい、中途半端なところで終わってるので、まあ、多分このジスタチョコ、第2弾が出るんじゃないかなと思っております。まあ、売り上げ次第かもしれないんですけどもね。はい。で、この、糖度、これが通常バージョンで、これが、別カラーバージョンなんですけども、エピソード7にこの別カラーバージョンの詳細が書いてあります。なんと、この、別カラーバージョン、激おこモードでございます。これ、読んだ時笑っちゃったね。激おこモードって思ったんですけども、はい、こちら激おこモード。よかったら探してみてください。そんな感じかな。はい。まだまだね、この遊びがいのある、このハゲンのジスタチョコ、はい、続編期待しております。またね、2が出たら買いたいと思っておりますので、お楽しみに。それではまた次回、バイバイ。